前回新潟県でスクープ検証を行った島田ムシムシちょっと現在までに制覇したのは24箇所。8月中に全国制覇するためにはあと13日間で23箇所回らなければならない。そんな中、中村は今回中村が調査するのは埼玉県代表高橋彩音のスクープ。おはよう。自己紹介の方お願いします。埼玉県から来ました高校3年生高橋彩音です。よろしくお願いします。お願いします。高校3年生なんだよね、はい、いつもの時さもっと子供っぽく感じてたからさ、はい、幼さが残る高橋彩音のスクープとは一体どんな内容なのか。埼玉県代表高橋彩音のご当地スクープはゲーム太鼓の達人の腕前が神レベルでチーム8ナンバーワンらしい。太鼓の達人ってぶっちゃけ誰でもできんじゃん。いやまあある程度のレベルまではそうですね、誰でもできるかと思いますけど。私もできる方なの、はい、全然できるから、はい、実際どんなもんかなって思って。チーム8だったらもう絶対に1番ですね。1番、はい、私よりもうまい。あ、全然多分絶対はい、自信満々です。中村麻里子に勝てます。おーらしいですよ。じゃあちょっと行ってきます。早速その実力を確かめるため徒歩で近くのゲームセンターへ。ゲームセンターに到着しました。何の曲が得意とかある？ヘミーローテーション。お、はい、さすが AKB で練習してきてるやっぱね、どれくらいねすごいのかをちょっとまずは私が普通レベルをやってちょ比べた方が分かりやすいんじゃないかなと思うので、まあ、言うても AKB なんで、まあ、ヘビロテも踊ってきてるのでヘビロテリリースにはもういたので、はい、任せてください、はい、では中村麻里子のヘビーローテーションスタート。私が挑戦するのは難易度6の激ムズモード鬼。中村も挑戦してみたが諦めた
いなく失敗。いやこれ無理でしょ。だからさ、これってさ、よくさ、ゲームセンターでさすごい人がやってるやつだよ。できる？はい、じゃあやってみていい？はい。果たして高橋彩音はヘビーローテーションの鬼モードクリアなるのか。高橋はまだ一度もやったことがない難易度がさらに高いポニーテールとシュシュに初挑戦することに。意識してる。プロだプロだ。どうですか？
でもこれ、他の番組になっちゃうけど、前あったじゃん、番組で太鼓の達人対決。絶対勝ってる。はい、だからテレビで見ててみんな下手くそだな。私出た方がいいんじゃないか。ちょっと仕事ひと月待ったんじゃない。やった。本当に大ホラー吹いて本当すいませんでした。すいませんでした。もうすいませんでした。本当というわけで、埼玉県代表高橋彩音のスクープは本当のはずだったが、なんと我こそがチーム8-1の太鼓の達人だと豪語する2人が現れた。それが負けない、茨城県代表岡部凛。太鼓の達人はわしじゃ。そしてあれちゃんに負けないぞ。沖縄県代表宮里莉良。あやねちゃんには絶対負けないから覚悟しててくださいね。果たしてこの2人は埼玉県代表高橋あやねに勝つことができるのか。この気になるスクープ調査の続きの前に、じゃあ早速カード引いていきましょうか、はいはい、お、いったね。好きな芸能人はバンドが好きで。バンド、例えばビジュアル系。ビジュアル系、来たね、初めて。誰、はい、誰誰だ。最近すごく有名になってきたロイズっていうバンドと、あとずっと小学6年生の時からもう6年ぐらい好きなサグっていうバンドと。ああ、 SAG。 そうです、それです。結構本格的なの好きなのね。はい、そうです。もぎしのぶちゃんわかる。はい、もぎちゃん好きだよ結構。ビジュアル系の。本当ですか。ライブとか行ってると思う。ちょっともぎちゃんに言っとくわ。あ、お願いします。ビジュアル系好きらしい。お願いします。え、めっちゃ時間かけてる。今日一興奮してる。やばい、本当に好きなんだね。はい、あやねちゃんの容姿から想像できない趣味よ、ビジュアル系と太鼓の達人。あ、ちょっと伝えとくね、はい、じゃ続いていきましょうか、はい、じゃん。自分の1年後の目標は、うん、とりあえずこの子供って言われる見た目をなんとかしたい。今年高 3? はい、来年大学生、はい、大学は行くつもりある。行くつもりで。あ、じゃあ受験するのね、はい。これが大学生か。そうなんですよ。私いまだに中3のイメージがすごいあって、中学生感は半端ないよねって言われます。なんか言い方は悪いけど、ゴーホーロリみたいな。あ、市川美織みたいなタイプよ。あ、でも市川美織さんみたいって言ってくれるのはすごい嬉しいんですけど、うん、市川美織さんじゃないから。なんかそういう方に行くのは嫌なの。でもそれで受け入れてもらえるならいいんですけど、市川美織さんほどのなんだろう、徹底したゴーホロリ感が出せない。なんかたまに出ちゃうんですよ、降参感。例えばどんなので。なんか MC とかで、うん、なんか間違えちゃった時にとっさに、なんとかじゃねえやみたいな。あー、そういう感じね。うん、なんか絶対バレたくないなっていうのが、すぐポッキに手突っ込んで、暇な時間があるとすぐこうやってなっちゃう。意外と親父臭くない。なんか、そう、だから本当はなんか全然年相応なんですよ、中身は、うん、確かに、それはちょっと、うん、はい、やるんだったら徹底しないと、はい、なんか市川みおりさんって、あ、間違えたみたいな。みおりは本当にすごいのが、はい、あの高校がね、途中から一緒だったんだよ、はい、クラスの子が、普通の子が、え、てかフレッシュレモンじゃないみたいに言ったんですよ。で、そしたら、あ、そうだよって言って、で、え、フレッシュレモンだったらレモンのグッズ持ってんじゃないの、え、レモンでしょレモンって言ったら、あ、今日持ってないねってなって、ミオリンそこまで作ってんの、かわいい。そしたら次の時学校に行った時に、もレモンちゃん、レモンちゃんじゃん、え、ね、今日は持ってないやつだ。さって今日は持ってます。その前にちゃんとモニコさん、今日はレモン持ってきたね、言われても大丈夫ですって言ってて、それぐらい徹底してるの彼女は。すごい、キャラじゃないの、もう生活の一部なの。そうですよね。AKB にね、キャラを目指すのもあり、なんかふわふわのよくわかんないやつみたいな。よくわかんないやつ、何でもあるよ。 AKB なんていろんなキャラがいるんだからさ、うん、あ、そうですね、10人10色だからいいのよ、うん、何でも。それではスクープ検証再開。
太鼓の達人の腕前がチーム8-1という高橋彩音のスクープに関して待ったをかけてきたこの2人。果たして高橋が出したポニーテールとシュシュの得点78万点を超えることができるのか。まず挑戦するのは茨城県代表岡部凛。頑張ります。岡部凛の結果は。まあまだリラちゃんがいるのでまだ1位は認めないです。続いては沖縄県代表宮里リラ。今度こそ高橋越えなるか。というわけで埼玉県代表高橋彩音のスクープは改めて本当ナンバーワン本当に太鼓の達人だと思う。いやありがとうございます。もうちょっとゲームセンターでさ遊んでなかったんだけど、はいはい、もう次行かなきゃいけなくて、ね、まあ埼玉行ったらね、まあ、もう通るべき通るあるよね、はい、東京全国制覇まであと12日間で22カ所。ガイドさせていただきます、清水マリアです。よろしくお願いします。チーム8のバスガイドに関するスクープ。47の素敵なアロマ